黒沢先生です。さあ今先生はどこにいるでしょうか。さあここは東京の西側にあります日の出町です。二つ塚最終処分場の前に来ています。ここ二つ塚最終処分場は一般廃棄物の最終処分場、最後の処分場ということになりますね。はい、場所は東京都西多摩郡日の出町ということです。ここは一般に見学はできないようです。学校とか会社単位で見学することはできるようです。このトンネルの向こう側に処分場があります。以上、日の出町にある二つ塚処分場から黒沢先生がお送りしました。またね。